国株の朝のニュースです。おはようございます。12月27日の水曜日です。もうすぐ今年も終わりですね。今日はふわーっとクリスマスラリーっぽく、上昇しました。毎年年末はなんか出来高低くてこんな感じですね。スーッと上がっていって広い範囲、全てグリーンですが、相変わらず小型株が、強い上昇を見せています。クリスマスは終わってもクリスマスラリーは年初の2営業日までは続きますので、期間的にはねまだまだ、続いているという状況です。そして来年は1月の5日金曜日にいきなり、雇用統計があります。まあ、いきなりでもないですけどね、雇用統計、金曜日ですね。はい、ここが非常に大きな、ポイントとなりますね。ラリー期間終了してもね、ここで連続コンボがあるんじゃないかなというところです。あとはですね、年明けのイベントとしてはビットコイン、この ETF の承認、年明けほぼ確実と言われていますね。1月10日ぐらいでしょうか。今日はね 3% も下がっちゃったんですね。承認ほぼ確実も下げしぶる BTC とね、アルトコインに、資金が流れているみたいですけども、ビットコイン ETF が承認されたら、4月から5月に半減期もあるので、これが重なって大波が来るでーとね、思っちゃいますけども、興味がない人もね、仮想通貨ビットコインって何ってね、認知度とかもアップするんじゃないかなと思います。そして、イベント的に、年明け来年怖いのはですね、1月19日が、つなぎ予算の承認の期限となっています。またですね、市場は右往左往するんじゃないでしょうかね。大統領選挙もあるし、混乱は、共和党の望むところなんですけれども、こちらはですね、ゲームオブトレードさんかの、ツイートポストですけれども、これね、債務がねすごい勢いで今上昇しているということで、最悪の軌道に24年、乗ってますよとね、いうことですね。はい。そして、重大イベントとしてはもう一つ、日本で新NISA制度が開始されますね。これは米国株にはプラスでしょう。24年1月に始まる新しいNISAで、毎月定額で投資信託購入する積み立てセットの事前予約が、日本の5大証券で少なくとも2300億円ということです。絶対、さらに増えてくると思います。倍ぐらいになるんじゃないでしょうかね。上位には、米国など海外投信が並ぶということで、日本の個人マネーが海外に向かう構図がね鮮明となっています。海外へ資本投資なら米国株にはプラスですけれども、5年後はねどれほど円安になっているのか怖いですね。ちなみにアップルの、時価総額は420兆円あるんですね。SP500 が、この範囲でもっとはるかに広いんですけれども、ここだけでも420兆円の時価総額、そして2300億円NISAがね、入るとして、これ全部買ったとしてもね、アップルのね 0.05% にしかならないんですよね。米国市場に与える影響はまあ軽微なんですけども、塵も積もれば山となるでしょうか。1年間では 0.6% とね、なります。まあ、全額アップルにね突っ込んだとしてもですね、はい、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは米国市場にズームイン。はい、じゃっかじゃん。じゃあまずは経済のニュースからいきますけども、パウエルさんが利下げをね考えてますと言ってからも市場は利下げ利下げ期待なんですが、経済強いのか弱いのか、全米の住宅価格指数は10月はなんと過去最高更新ということで9ヶ月連続で上昇と、まあ、ちょっと10月なんで古いですけどね、前月比 0.6% 上昇ということで、前年比 4.8% 上昇です。前年比で値下がりしたのはポートランドのみということで、発表元の S&P ダウジョーンズインディシーズの担当責任者は、住宅価格の伸びは年率ベースで過去最高に加速と指摘しています。今ですね、住宅建設結構増えてるんですけど、まだまだ供給不足ですね。ソフトランディングを達成できるかは
経済の急落がないことが、重要です。でもインフレはやめてほしいですね、スタグフレーションになると最悪となってしまいます。はい、そしてこのねホルディー商戦、経済がね、まあ、強いのか弱いのかというところで、ホリデー商戦前年に比べてね鈍い伸びとねいうことで、これはねちょっと気になりますね。マスターカードの消費調査部門の初期データによると、アメリカの年末商戦では小売売上高の増加が昨年に比べてかなり、鈍いペースということです。値打ち品や割引キャンペーンに皆さん、行ってるということで、自動車を除く小売売上は11月1日から12月24日までの期間で前年比 3.1% 増加ということで、昨年は 7.6% 増でしたから、まあ、半分以下ですね、まあ、増えてはいるという、状況ですが、まあ赤信号には程遠いですね。そしてそんな中ね、ちょっとね気になる、経済の動きで、原油なんですけども、原油がこんな感じなんですけど、ガソリン価格の、ね、下落が、この、ね、年末商戦の、消費一応後押ししたと見られてるんですが、原油ね、この前までね、68ドルとかだったんですが、ぐんぐん来ちゃってね、今75ドル突破、前日して 2.3%。上昇してきてるんですね。はい、ちょっとこれはね気になるところですね。ガソリン価格も同じような、動きを先物が、してますね。原油は、4ヶ月にわたるダウントレンドラインを、まあね、突破してきたという状況ですね。はい、そしてこのね上昇の理由はね、アメリカがイラクで新イラン組織の施設を空爆したということで、まあ、アメリカの攻撃でねちょっとブーメラン食らってる感じですね。そしてここまで上がりまくってる米国株だけにですね、パンチを食らってもですね、おかしくない、距離感に今来てるんじゃないかなと思います。ちなみに井上チャンピオンね、昨日4つ目のベルト、4団体統一おめでとうございますと、非常に強かったですね。こちらがね SP500 の1年間の、まあ、ヒートマップですけどね、強いグリーンですね。はい、本当に上がりまくった1年間でした。はい、じゃっかじゃん、次なんですけども、この1年間ね上がりまくった、米国株ということで、ちょっとね1年の騰落、まあ、365日間ですけどね並べ替えてみたんですが、一番上がったのはアファーム 462% ですね。そして、まあ、まだちっちゃいですけどねショット 460%、 あとは倉庫の AI シンボティック、仮想通貨ね湧いて、コインベース 427% も上がりました。あとはアップロビンが意外と 334%、 アップスタートも、まあ、これアファームとね似てますけどね、動きが、263%。 あとはね AI ブームですね、 SMCI とかね、NVIDIA も 250% 上がりました。あとはね AI っぽくてねパランティアとかね IoT、 サムサラ、あと C3AI も 180% も上がったんですね。はい、というところが、まあ、強かったのかな。クルーズなんかも良、かったですね。そして、やられてる株はねそんな多くはないんですが、AMC がね一番やられてますと 81%。 あとフィスカーね、これはもう潰れちゃうんじゃないでしょうかね、下手したら 79% のマイナス。デジタルタービン、金利に弱いドリブンブランズ、買収繰り返してますね。あとモデルナ、ファイザー、バイオンテックとありますが、ここねいけるんじゃないかな。バイオンテックとかね結構ねいいんじゃないかなとね思ってまして、来年ねこのヘルスケアとかね、来るとはね思ってるんですけども、なんかフリーキャッシュフローマージンとかなんかすごい高い、バイオンテックですね。そして、この辺もね営業利益率なんかもね、まあ、プラスですね。ワクチンブーム去ってね、ファイザーはかなりマイナスになってますが、バイオンテックなどはねまだプラス保ってます。はい、クリスパーセラピューティックスがゲノムで、アメリカのね初の承認を得ましたんで、まあ、ゲノムからね、来年この辺のねブームが来るんじゃないかなと思います。というところで、ちょっとねアップルの、ニュースに行きますね。 AAPL、 はい、アップルなんですけども、今日はねマイナス 0.3%、まあ、出来高はね見ての通り非常に少ない1日となってますんで、まあ、何があったかというと、アップルウォッチのね輸入禁止命令、これが、アメリカね出てましたけども、
これに上訴と、ね、いうことですね。アップル、米政権が拒否権を行使しなかったことを受けた措置と、ねいうことですけどね。これ血中酸素濃度を計測する機能をアップルウォッチ持ってるんですが、この特許がね、いかん、特許侵害されたということで、マシモという医療機器メーカーがね、申し立ててました。はい、というのがありましたね。そしてね、次はね、マイクロソフトなんですけども、MSFT、今年ね、また大きく上がって 0.02% 今日上昇してますけども、こっちでいくと、生成 AI プラットフォームの市場シェアなんですけども、これが、マイクロソフトが今 30%、オープン AI が 39% ということで、このマイクロソフト連合軍がね、7割ぐらいはね、占めてるという状況ですね。意外とね、多い、こんな多いんですね。Google ね、たったのね、7%、AWS が 8%、その他がたった 16% ということでね、やっぱり AI、生成 AI のこのね、ビッグテックがね、もうほぼほぼ占めてるということで、今年はね、ビッグテックがね、やっぱり大きく上がりました。AI の恩恵をね、これだけ受けているということです。そして、AI といえばね、半導体ですけど、今年 NVIDIA 250% ぐらい、上がりましたけども、ちょっとね、アメリカの半導体ブームの中では、サムスン電子がアメリカでの半導体量産開始延期ということで、TSMC もね、これ人員が、まあ、人がね、経験を積んだ作業員とかね、機械設置技術者がいないということで、アリゾナ新工場の生産をね、同じく25年に遅らせてましたんで、やっぱりね、ちょっとね、遅れ気味の半導体ではありますね。ただね、今日半導体すごく上がってまして、一つはね、中国問題ですね。これで、マイクロンと、中国企業がね、和解したというのが、一つありました。これはね、マイクロンのね、知的財産を盗んだとね、いうことで、2017年、マイクロンが訴えていて、中国はね、5月にね、マイクロンがね、これサイバーセキュリティリスクがあるとして、買わないようにと警告しててですね、中国の、顧客の売り上げの半分が影響を受けるんじゃないかと言われてたんですが、和解ということで、まあ、米中がね、うまくいってくれたらいいんですけどね、これで今日半導体が上がりました。そして来年半導体企業の中で、結構ね、来るんじゃないかとね、みんな言ってるのがですね、インテルなんですね。インテル今年 95% ぐらい上がって、今日もなんか、すごい上がりましたね。5% ぐらい、5.2% もインテル上がったんですけども、これはね、やっぱ期待高いんでしょうね。インテルのゲルシンガー CEO はね、NVIDIA は純粋に、途方もなく運が良かっただけだとね、言ってて、AI はね、最初からやる気なかったんだよとかね、言ってたんですが、NVIDIA の副社長は、ポスト X で、運から始まったのじゃなくてね、明確なビジョンからあるんですよ。ビジョンと実行力ですよと。これはインテルにない要素ですよねとね、反論してるということなんですね。さらにインテルと競争するね、AMD、まあ、NVIDIA もね、競争してますけども、AMD はね、最近ホームページを通じて、AI チップ MI300X が NVIDIA の H100 より性能面に優れているとね、してテスト結果を載せましたが、NVIDIA が AMD はですね、意図的に H100 に不利な環境でテストしていたと非難していましたね。はい、まあこのあたりね、AI チップかなり競争激化してきていますね。はい、来年はEV もね、きついとはね、思うんですけどね。ただね、インテルね、ちょっと利点があるんですね。ファウンドリーに、参入してきてますけどね。22日に ASML から最先端半導体量産に必要な高 NA 極端紫外線 EUV を、もらったということですね。供給開始と。そしてサムスンと TSMC はこれ25年からしかね、入らないんじゃないかと言われてるんで、インテルね、結構ファウンドリー意外とね、来年来るというのもあってね、今日上がったんじゃないでしょうかね。はい。そしてね、インテルは最終的にはね、モービルナイとかアルテラ、ファウンドリー、IMS、ナノファブリケーションとかね、5つの会社に分割される可能性があることもね、考えているということで、50% そうすると価値が上がるらしいんですけどね。はい。今日ね、アフターもね、企業ね、半導体企業ね、プラスということで、なかなか好調ですね。そしてね、まだ
あるんですね、インテル。イスラエルに 3.6 兆円相当の設備投資ということで、政府からね、12.8% の32億ドルの、供給があると、奨励金が確保されたということで、はい、インテルね、来年ちょっとね、注目ですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあ今日の、金利ビックス指数を見ていきますけども、ドル指数結構下がってきて 101.47 ということで、ドルが利下げ期待からかぐんぐん下げてますね。そして、金利なんですけど、金利10年利回りが、3.897 と 3.9 切ってきました。はい、ドル円は 142.42 と、そんな動いてないですね。恐怖指数は意外と下がったんですね、またね。12.98 という水準に、なってきてますね、ビックス。はい。そして、その他ですけども、こっちは、政策金利の利下げ予想ですね。まあ、これはずっと利下げが3月から続きますよという予想、変わらずに、まあ、期待しすぎだろうとね、市場は見ています。そして、恐怖と欲の指数は、79ということで、まあ、結構ね、高い水準に来ていますね。どうかな、更新されてないか、79のままですね。はい、ということで、まあ、年末ね、まだ、エクストリームグリード、ここまで上がるとね、さすがに、下落心配かなとね、思いますよね。はい、そろそろポジションね、しまわないと怖いですね。そして、今日はビットコインが結構 3% ぐらい、下がったということと、指数はすべて上昇ですね。特に、ラッセル2000、これどこまで行くんでしょうかね。1.24%、上昇してます。ヨーロッパも 0.6% 上昇と。はい、もう強いな。これ怖いですね。そろそろ。はい。ダウジョーンズ 0.43%、SP500 0.42%、ナスダック 0.6%、ナスダック100、上昇してますと。はい。非常に強い一日と、なりました。はい。で、ここまで見て、いいね、チャンネル登録、まだの方はですね、ぜひとも、よろしくお願いします。この、スプレッドシートですね、こちらも、概要欄からね、お求めできますし、毎週、決算結果なども、更新していってね、記事、スプレッドシートにね、埋め込んでいってます。今、52週のね、高値安値付近にね、来てる、ところは、株価の欄がね、緑になったり、赤になったり、自動で点灯する機能もですね、つけてますよ。はい。はい、じゃっかじゃん。じゃあ、スプレッドシートでマーケット全体を見ていきますね。機関投資家さんたちはお休みでしょうね。個人投資家さんが買い向かってるんでしょうか。はい、ビットコインとイーサリアムは下がって、どれも、下がってきているという状況ですね。で、この指数とかはね、もうほとんどグリーンなんで、ね、もう高値圏、52週高値圏にね、バリッバリ入ってますね。はい、という状況です。今日は、FM、フロンティアマーケットも、じゃあちょっと下がってましたけどね、今日は 0.9% と強い上昇、ドルが下がってますからね。はい、そしてゴールドがね、そういえばめちゃ来てるんですよね。はい、ゴールド、まあ1ヶ月で 3% か、1年で 14%。これからはね、金利が、下がってくるとゴールドが上昇とね、ゴールドブーム、来るかもしれません。ところで、ものすごい経済が急激に悪くなったらね、ゴールドもね、さらにね、来るんじゃないでしょうかね。はい、そしてで、あとはね、まあ、軒並み上昇なんですが、中国がね、今、中国経済、債務膨張か、低成長か、迫られる究極の選択という記事も、ロイターさんから、ね、出てましたけども、国内総生産 40% 以上が投資が、ね、占めるということで、これ、アメリカの2倍らしいんですよね、非生産的な感じなんですけども。若者の失業率、6月に 21% 超えて、それ以上中国、公表やめちゃいました。さらにピンチの不動産はね、家計資産の 70% も占めるということでね、残された時間は中国、少ないんじゃないかと、この失敗した代償を誰が払うのかとね、言われてますが、ひょっとしたらね、中国に進出してる米国企業だったりしてとかね、テスラとか、やられちゃう可能性もね、ありますね。半導体もしっかりですね。はい、どうなるんでしょう。そして、中国は、
深圳、これ赤いね、ここだけ赤いんですよね、安値圏 5% 以内ということで、みんながね上がってる中、中国だけはね下がっちゃってるということですね。でインドの小型株 ETF 入れました。ここも高値圏に、入ってますね。あとアルゼンチンもねなんかいろいろ起こりそうなんで入れてみました。はい、ここも高値圏に入ってますね。今日はもうどこもかしこも、上昇といった状況。そしてメキシコがね 0.7% 上がりましたけども、メキシコとアメリカをつなぐ鉄道が、再開ということですね。これ移民急増で一時閉鎖されてましたが、再開となりました。はい、これはいいニュースですね。はい、そして、コモディティはねどんどん下がってますと、あと債券もねどんどん上がってますよと、債券、HYG ハイイールドと投資適格債券どちらも1ヶ月で 3% ずつですけどね、上昇しています。はい、セクター今日中国のね C11 も 1.3% 上昇で、グリーングリーンジェット航空機が、0.6%、 ここなんかなんで元気なかったんでしょうね。はい、半導体は 1.8%、 今日は半導体が、チャンピオンですね。ほとんどのセクターが今高値に来てますね。はい、マグニフィセント7も上昇という状況ですね。はい、あとはねそんな、大きな動きないか、ユニティが 7.5%、上昇してますね。ユニティのこのね売上成長率 69% とぶっちぎりで強いんですけども、まあこれはね買収の影響が、高いですよね。売上アイアンソース買収のおかげで、69% とね、買収除くと 8% ですよとねいうふうに、書いてあります。はい、こういうふうに、ね、記事も埋め込んでるんで本当便利なんですよね。でね説明とかもねここに触ると出てきますしね、まあ、PER がなんだとかね、PSR がなんだとかねそういうのも、触ると出てくるようになってます。はい、そしてサイバーセキュリティも、まあ、上昇だね。これはインテル今日一番強い上昇、1年で 95% 上がりました。人工知能 AI 企業も、まあ、上昇ですね。はい、ふわーっと、まあ、上昇、大きく下がってる銘柄はないですね。ゾーメトリプラス 5.4%、フェデックス、ここがですね決算ありましたね。先週 12% 決算で売られましたが、10億ドル相当の株式買い戻しを行ったフェデックスですね。今日 1.6% 上昇、1週間で 10% 下落となっています。はい、製造も上昇、航空が今日は若干下げ気味ですね。クルーズが、下げてます。非常にねカーニバルの決算、強かったですよね。はい、まあちょっとミスっちゃガイダンスミスってはいますけどね、もうね何だっけな、24年の分のほとんど3分の2が高い価格で予約されているとねいうことで、非常にね強いですよね。はい、そしてちょっと戻って、はい、ホテルレストラン旅行もふわっと、上昇してますねと。でね今日ニオが 11% 上がったんですね。1ヶ月でね 30%、元気に中国株の中では珍しく上昇してる企業ですね。43% の成長なんですが、今日上がったのは高級 EV セダン発表ですね。5分の充電で255キロ走れると。バッテリー交換もね、ニオはできますよね。最近はね、サウジからね、巨額の資金調達なども、ありましたね。こう書いてたかな。あら、書いてないか。書いてなかった。はい。そして、1000キロの、耐久レースとかも CEO 自ら出ててね、いい結果、出してましたんで、かなりね、2を、今、いいんですけどね、赤字はね、まあ、すざまじいですよね。はい、まあ、この辺、電気自動車企業はね、もうめちゃめちゃ赤い。今、リオート、中国のリオートぐらいですね。あと、まあ、BYD とテスラ。このあたりが電気自動車で利益出してますけど、他はまだ、黒字ができてないんじゃないでしょうか。はい、自動車は、プラス、というとこで、メガバンクはプラスプラスで来てますがね、今年はですね、UBS とクレディ・スイスの、合併が大きなニュースで、ありましたね。UBS とクレディ・スイス合わせて、かなりね、1万3000人リストラと、
大きな銀行はね、合わせて6万人リストラということなんで、ほとんどここが、やっちゃったということなんですが、UBS ね、すごい上昇ね、どっかでね、利益確定しちゃったんですけどね、持っとけばよかったなとね、思いますけど、まあまあ、取りはしましたけどね、0.5% ほど今日も、上昇してる UBS です。クレディ・スイスとね、合併してね、ちょっと期待ですね。はい、かなり。いい買い物をしたんじゃないでしょうかね。はい、銀行の中では今 JP モルガンが、まあすごいですよね。売上成長率はまあぶっちぎりで、まあ、PR はさらに低いんですね。これね、意外とですね。はい、JP モルガンですね。はい、というところで今日は原油が、上がったんでですね、エネルギーが上昇してるはずなんですけど、そんなになんか船がちょっと赤いのが目立ちますね。そんなめちゃめちゃは上がってない、エネルギーとなってます。素材なんかも、ずっと来てますね。はい、じゃあ今日はね、以上ですね。米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。